朝日放送グループホールディングス朝日放送ラジオ朝日放送ラジオ株式会社は朝日放送グループホールディングスの連結子会社で近畿広域圏を放送対象地域とした AM ラジオ放送事業を運営している特定地上機関放送事業者コールサインはジョンル通称の ABC ラジオを故障に用いる場合が多い本校では 朝日放送ラジオの基礎情報などについて記述する。2018年4月1日に朝日放送が放送持ち株会社へ移行した後は放送免許を含めたラジオ放送事業を分割準備会社に分割、承継し、称号を変更した朝日放送ラジオ株式会社が特定地上機関放送事業者として運営している。周波数は AM ラジオ 1008kHz、FM ラジオ93、3MHz。放送の起点は4時35分で、日曜深夜には、原則として1時5分4時35分を、メンテナンスタイムとして、放送を休止する。ステーションキャッチフレーズはいつも、ラジオと一緒、ABC ラジオ。2014年4月からは、 これと併用して、ラジオのキャッチフレーズも使用している。また、MBS ラジオと並列で、JRN と NRN の両系列に所属。両系列の発足当初から、クロスネット局として一部番組のネット受けを実施している。逆に、プロ野球中継や、ラジオドラマを中心に、自社制作の番組を、JRNNRN 系列局へネットすることも、多い。 民間放送教育協会には、文社前の1993年に加盟。2018年の持ち株会社化に伴うテレビラジオの、文社後は、兄弟会社となった朝日放送テレビが、会員資格を引き継いだため厳密には、非加盟となったが、番組販売協力局に立ち位置を変更して、引き続き参加している。送信書の工事による、 深夜の放送休止朝日放送ラジオ、高石送信所は、通常は午前4時35分を編成上の起点時間とした24時間放送であり、毎週月曜未明、早朝の放送休止時間を放送設備のメンテナンスに充てているほか、2000年代におよそ2年に1回のペースで工事を実施。工事期間中には、月曜未明、 早朝を除いて当該時間帯で生放送を実施している。もうすぐ夜明け ABC や早朝番組の ABC ラジオショッピングを休止している。また、1997年の京都中継局設備工事と2000年の高石ラジオ送信所放送設備の更新工事期間中には当時アナウンサーだった足沢誠による休止関連の告知を放送している。 近畿広域圏を放送対象地域に定めているが、中継局は上記の京都中継局しか存在しない。放送区域については、良好に聴取可能なマーケットエリアは、大阪府のほとんどをはじめ、京都、奈良、滋賀、和歌山各府県の一部、兵庫、岡山、香川、徳島各県の瀬戸内海沿岸となっており、近畿地方以外では、岡山市、倉敷市、 高松市、徳島市も含まれる。サービスエリアは、東は、静岡県西部、西は、福岡県、大分県の瀬戸内海沿岸、北は、福井県や鳥取県、南は、高知県までをカバーしている。近畿地方の山間部などの一部地域では、夜間以外は、調子困難ないし不可能な地域がある。昼間は、近畿広域県以外では、東は、静岡県、 2016年に千葉県立山市で受信した事例がある。付近から西は広島県付近や大分県中津市付近や福岡県武銭市付近までの地域で聴取可能である。大阪親局の電波は夕方から朝方までは上空の電離層の反射により遠距離まで届くようになるため中京圏首都圏四国、九州、 東北などの全国各地で聴取することができる。ただし、一部地域では、周波数が近い NHK 福岡放送局のラジオ、第2放送と渾身する場合がある。近隣国では 1008kHz を使うつぼねが、韓国の KBS 速送局、ロシアのラジオスタンティアユーノスト、ハバロフスク局、中華民国の台湾国際放送があり、渾身する場合がある。 1992年3月15日から2010年3月14日までは、親局、京都局とも、AM ステレオ放送を24時間実施していた。2010年3月15日からは、朝日放送の本社に、関西地方のラジコ配信システムセンターを設置。他の在阪ラジオ5局と共同で、 ウェブサイト、ラジコ .jp において、IP サイマルラジオの実用化試験配信を実施していた。ただし、試験配信の期間中は、配信エリアを大阪、京都、兵庫、奈良の2府2県に制限していた。2010年12月1日からのラジコ本運用では、配信エリアを滋賀県と和歌山県にも拡大したため、近畿2府4県内であれば、 ラジコによる朝日放送ラジオの聴取が可能になった。なお、ラジコ .jp プレミアムには運用開始の当初から参加。同日12時から生放送のレギュラー番組、とことん全力投球。瀬尾和夫ですが、ラジコ .jp プレミアムによる最初の同時配信番組になった。放送局記号は ABC。朝日放送ラジオでは、 AM 放送のサービスエリア内における難聴、災害対策を目的に、総務省へ、FM 保管放送の免許を申請。その結果、毎日放送、大阪放送とともに、2015年7月27日付で、予備免許を交付された。予備免許の交付後は、試験電波の発射を経て、2016年2月29日付で、 MBSOBC とともに FM 保管中継局本免許を交付。3月19日の12時に編成する本間門のワイド FM をはっきり愛してから従来の AM 放送と並行しながら関西地区のラジオ局では初めて大阪 FM 保管中継局からの本放送を開始した。周波数は 93.3MHz で 大阪府のほぼ全域と兵庫県、京都府、和歌山県、奈良県の一部をサービスエリアに設定。犬井真理子アナウンサーが ABC 代表のワイド FM 大使として MBS ラジオ OBC の番組や PR イベントにも登場している。なお、2020年6月19日からはトラ・ジオを発売。年度上半期を中心に 阪神タイガースの公式戦を長年中継していることを背景にタイガースのニックネームにちなんで虎の名を冠したほかタイガースのホームゲーム用ユニフォームをかたどったデザインを受信機に施しているこの発売に先駆けて同月の聴取率調査週間にはタイガース関連番組コーナー共通のリスナープレゼントに提供されている FM 保中継局の 親局加構想朝日放送ラジオが加盟する日本民間放送連盟では FM 補完中継局制度を見直す方針を2019年に公表。連盟に参加する AM 放送事業者が2028年までに AM 放送免許の更新時期を迎えることを踏まえて民放 AM 局独自の経営判断によって AM 放送から FM 放送への転換が可能に なるような制度の整備を求める要望書を総務省が設置する放送事業の基盤強化に関する検討分科会に提出した総務省も2020年10月に民間ラジオ放送事業者の AM 放送の FM 放送への転換等に関する実証実験の考え方を公表したことから民放 AM47 局で組織する ワイド FM 対応端末普及を目指す連絡会では44局が2028年秋までに FM 局への転換を目指していることを2021年6月15日に発表したこの発表の時点では AM 局から FM 局への転換において従来の AM 放送を低波するというパターンや従来の AM 放送を 保管的に活用するというパターンが想定されているが、朝日放送ラジオからは、親曲化の時期や、具体的な計画が、明らかにされていない。かつては、トークバラエティ番組が多い MBS ラジオと、歌謡曲のリクエスト番組が多い朝日、放送ラジオとの間である、程度住み分けが存在していた。しかし、在阪 FM 局躍進の影響で、 若年層のリスナーが減っているため、現在では以上のイメージが混在しつつある。番組編成については、平日には自社制作番組の比率が高い。しかし、土曜、日曜はかねてから、早朝、夜間を中心に TBS ラジオ、文化放送、日本放送制作の箱番組を比較的多く放送。一部の時間帯では、 歌詞はプロダクションからの配給による収録番組を当てている。毎年春と秋に実施される番組改編の比率も2009年7月の改編までは FM 局を含めた在販ラジオ局の中で FM802 に続いて少なかった。土曜、日曜の午後には1980年代から長時間のワイド番組を編成することが多い。この編成は 阪神戦のデーゲーム中継や、工述する競馬中継を考慮していることによる。基本として、毎年3月下旬から9月上旬に放送される、日本プロ野球の中継については、自社制作による、関西ローカル向けの阪神戦中継を中心に、TBS ラジオが、キー局にあたる JRN や、日本放送や文化放送がキー局にあたる NRN にも対応。 日本放送や文化放送が制作する収録番組をプロ野球のオフシーズンに放送することもある。箱根駅伝実況中継や福岡国際マラソン中継などプロ野球以外の NRN のスポーツ中継については大阪地区で朝日放送ラジオだけが放送することが多い。かつては J リーグなどのサッカーの試合も中継していたほか、 2007年から2018年までの箱根駅伝中継には朝日放送に所属する関東地区出身のスポーツアナウンサーから一名を実況要員として派遣。一時は自社で制作したラジオドラマを文化放送と日本放送にレギュラーで一番組ずつ配信していた。大阪地区におけるニュースのネットワークについては JRN に MBS ラジオ、NRN に OBC が加盟するのに対して、朝日放送ラジオは、朝日新聞からの協力のもとにニュースを自社で制作。そのため、東京地区のニュースに関しては、NRN 担当から外れることが多い、日本放送を提携し、同局から配信されたニュース音源を取り上げたり、中継を結ぶこともある。1975年7月からは、 日曜日の午後に、ABC 中央競馬中継を編成。先に中継を始めていた MBS との差別化を、図るべく、虫明けやケアリョムを、レギュラーゲストに迎えるなど、競馬のロマン性を全面に押し出していた。1980年代からは、阪神のデーゲーム中継や、生ワイド番組への内報コーナー扱いで、当日のメインに該当する一つのレースのみ中継。 阪神戦の中継と重なる場合には、競馬の生中継を優先するか、レース終了後に、時差放送形式で、実況音源を流していた。しかし、2013年4月改編で、競馬中継から撤退。2004年から、競馬の重賞レース期間中に独立番組として、放送されてきた、ジョッキールームも、この改編から放送を開始した生ワイド番組。 マンデー、スポーツ、ジャムに内放されるようになった。アニラジに関しては、2019年3月まで、文化放送制作の番組が一本、放送されていた。自社制作のアニラジは一貫して制作されていなかったが、2014年4月から1年間、初めて自社制作による、吉田瞳のプリキュアラジオキュアキュアプリティを放送していた。2018年4月には、 朝日放送テレビ制作の声優を題材としたドラマ、声がある、の関連番組として、戸松遥かの音松でした。が10週にわたり、日曜深夜に放送された。2019年4月以降、アニラジは、ネット受けも含めて、全く編成されていない。朝日放送ラジオでは、例年、年に数回実施される、ビデオリサーチ関西圏、 ラジオ個人調査機関に合わせてスペシャルウィークというキャンペーンを展開している。ジューシーデイズという名前は聴取率週間の前週から2週間開催されることによる。2007年頃までは6月と12月の聴取率調査に合わせたキャンペーンに毎回違ったタイトルを冠していた。ただし年4回の調査に移行してからはのジューシーデイズに統一。 サブタイトルで変化をつけていた。調査期間が1週間に短縮されてからは、ジューシーデイズに代わって、期間ごとに異なる名称を使用。その一方で、調査前週の月曜日から、調査最終日までの期間を、スペシャルウィークに設定している。また、ジューシーデイズの期間中は、日曜日の最終番組終了後に、特別番組枠として、サンデーミッドナイトスペシャルを編成。 レギュラー番組の特別版、パイロット番組、ハロープロイヤー年、スペシャルなどを組み込みながら、週夜放送を実施していたが、現在は、聴取率週間でもメンテナンスを実施する場合が多い。2010年度の夏は、アタックウィークと名打ってのキャンペーンを展開していた。年頭から、日本国内で、新型コロナウイルスへの感染が拡大している2020年の、 聴取率調査週間では、6月にスペシャルウィークの設定を見送ったものの、12月の調査週間を呼び、前週に設定した、ABC ラジオリスナー大感謝祭りで異例の企画や編成を実施。万博記念公演で、例年開催している全曲ぐるみの公開イベントが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止を余儀なくされていたことを背景に、 自社制作による生ワイド番組間のコラボレーション企画として前後や別の時間帯の番組のパーソナリティをゲストとして連日出演させている。また、正直スタートの生ワイド番組の放送枠が連続する時間帯には ABC ラジオリスナー大感謝祭りの期間中のみステーションブレークを挟まず前枠番組時報 CM 時報後枠番組の順に放送を。 前枠番組のエンディングでは、MBS ラジオ平日午後から夕方帯の生ワイド番組のように、後枠番組の出演者とのクロストークの時間も、特別に設けている。このような編成は、2021年のリスナー大感謝祭り期間中も継続。日本プロ野球、セパ交流戦期間中の終盤と重なった6月第2週のリスナー大感謝祭りでは、 朝日放送時代にテレビラジオのスポーツ中継で長らくテーマソングに使われていたウィーンはいつもウィーンを全曲ぐるみのキャンペーンソングとして一時的に復活させた。なお、聴取率調査機関とは異なるものの2020年3月には今こそ家族と ABC ラジオというキャンペーンを展開。親子電話、親子リクエスト、ABC がパッケージに描かれた コーンポタージュ味のうまい棒を1万本プレゼントなど、親子ぐるみのリスナーに焦点を当てた特別企画を自社制作の生ワイド番組で連日実施しているほか、ラジオで卒業式から今こそ、家族と ABC ラジオという特別番組の編成に至っている。日本国内における新型コロナウイルス感染拡大防止策の一環として、 国内の大半の小中学校、高校、特別支援学校で同月の第一週から一斉休校やクラブ活動の一斉休止措置が講じられていたことによる。このキャンペーンを背景に2020年6月からは一時、いつもの笑顔で ABC ラジオというステーションメッセージを設定している。聴取率については2008年頃までかなり高く、 大阪府内に本社を置く MBS ラジオやラジオ大阪や FM 各局など他局の追随を許さない状態が続いていた2007年10月のビデオリサーチによる関西県聴取率調査では15期連続となる AM 局内首位を達成平日の昼間に関しては FM 局とは互角で MBS ラジオや OBC とは大きく差を開けていた。特に平日朝のおはようパーソナリティ道上洋蔵です。平日ピルマの上沼恵美子の心聖典、ナイターオフ番組の火曜大前週、月金曜シニアの ABC ミュージックパラダイス、日曜シニアの誠のサイキック青年団などは長寿番組で、聴取率も非常に高かった。しかし、 2008年12月の聴取率調査では、平日ピルマの番組に関して、MBS ラジオの、コンチュハコンちゃんお昼ですよ。が、放送時間帯全局聴取率1位を獲得、FM 局も含む、全局全番組中の聴取率でも4位となり、同時間帯放送枠の、ABC パワフルアフタヌーンが後陣を排する立場に、逆転。2009年3月には、 サイキックが初版の事情により前週の放送に遡って最終回とするという前代未聞のアナウンスで突然の打ち切りとなる。2009年4月 MBS ラジオは当時の局史上最大規模となる番組改編を実施。同年6月の聴取率調査で在販局の単独首位に立った。 これに対して、朝日放送ラジオでは2009年7月6日、放送分から、平日午前に引く、午後の時間帯と、全日22時深夜の時間枠を大幅に改変。ABC ヤングリクエスト以来43年続いた、平日22から25時台の自社制作枠を、金曜日の新番組、ミューパラアグレッシブに縮小するなど、自社制作番組の比率を、 改編前から20%ほどを減らした。平日の22時深夜3時台には、銀河に吠えろ。宇宙、G メンタクや、レコメン、ジャンクなど、在京局の制作番組のネット受けに転向した。朝日放送ラジオが7月としては、異例の大規模な改編に踏み切った背景には、前述の聴取率調査の結果とは別に、新社屋の移転などによる経費の増大。 広告収入の赤字、テレビ部門の地上デジタル放送の設備投資の影響が挙げられる。また、平日夜間、深夜帯を中心に、在阪 FM 局の台頭が著しいことや、東京の番組を関西でも放送してほしいというリスナーの要望が、以前から多かったこともある。ただ、その後の聴取率調査でも、MBS ラジオや FM802 に周位を奪われた。 また、節水ニュースは7.9%に低下していた。これを受けて朝日放送ラジオでは2010年春にも、さらに43.8%の大幅改変を実施し、番組時間帯の見直しなどを実施。これにより、同年4月期の調査で3期ぶりに、同率ではあるが主位に返り咲き、平日平均シェアも単独主位となった。 さらに2011年春の調査でも、全日、平日平均で首位となった。しかし、その後の調査では、首位の座を、再び、MBS ラジオに明け渡している。なお、2013年1月には、ナイターオフ編成下では、異例の番組改編を実施。2012年12月の最終週には、土曜、日曜に放送してきた。 自社制作番組を一斉に終了させた。これらの枠については改編後も自社制作を維持し、主として30から40代の、いわゆる段階ジュニア世代をターゲットとした新番組を立ち上げている。2014年3月31日から始まる同年の4月改編では、ラジコ .jp プレミアムの運用開始を背景に、 在京局制作番組の同時ネットに当てていた月から木曜日22時25時台、月金曜日25時27時台の編成方針を一新。オールナイト日本ゴールド、レコメン、シリーズ及びジャンクの同時ネットを終了させた上で、よなよな、夜はおとともの放送を開始した。ちなみに、上記の時間帯に自社制作のレギュラー番組を編成するのは、 ABC ミュージックパラダイス、ABC 初午前1時の終了以来4年9ヶ月ぶりである。編成全体では30代40代やスマートフォンからラジコで番組を聴取するリスナーに向けてラジオというコンセプトを提唱。上記以外の時間帯の番組でも放送時間や出演者を相次いで変更している。この改編について当時の朝日放送ラジオ側では ラジオというのは何かあった時に頼られる媒体。当社も大災害への備えをしておくべきということで、今春の改編で生放送率を79%に、自社制作率を93%に上げた。ラジオは地域密着型であるべきだし、一方、エリアフリーのラジコプレミアムのサービス開始で、全国のリスナーに当社のラジオを聴いてもらいたいということも背景にあった。 と説明している。ラジコプレミアムのスタート後、大きな改編はしばらく実施していなかったが、2016年秋、改編にて1968年から48年間続いていた、早朝後から6時台前半の、おはようパートナーシリーズを終了させて、朝も早よから中原周一郎ですをスタート。また、1983年から34年間続いていた、 3から4時台の、もうすぐ夜明け ABC を2017年末で終了し、2018年明けから、おと、とも、もうすぐ夜明けに番組の枠を統合の上、パーソナリティを一新した、ウィッチューがスタートしている。土曜午後のワイド番組については、南山千恵美のミュージックスマイルが2016年秋、改編で終了したことに伴って、軽減まさびの冠無理番組、 軽減まさびのサウンズグッドを放送。もっとも、軽減は2017年春改編からラジオ大阪で、軽減まさびのハッピーモーニングのパーソナリティも担当。日曜日を除く週6日にわたって、複数のラジオ局で長時間の生放送番組へ、単独で出演する事態に至ったため、2017年秋、改編から、サウンズグッドに変わって、感度良好。 中野良子ですが放送されている。平日午前一服夕方枠のワイド番組については、2010年度から2017年度まで手をつけられていなかったが、2018年4月改編で、ABC パワフルアフタヌーン火曜枠のとことん全力投球。瀬尾和夫ですが、日曜の午前枠で全力投球。瀬尾和夫です。サンデーとして再スタート。 火曜枠には、よなよな、月曜パーソナリティの森脇健治を移動させた上で、森脇健治の健健護号を、を立ち上げた。よなよな、でも、森脇に代わって、増田秀彦を、火曜枠のパーソナリティに起用するなど、水曜以外の曜日で、パーソナリティの顔ぶれを一新した。2019年には、金曜日の22から24時台に編成されていた。 下野翔太のショータイムレディオの放送枠を1月から9月まで日目用の21時台にも拡大。金曜日のみ1月から放送開始時間を21時台に繰り上げる一方で24時台の後半に藤原達也のラジオを始めた。また、朝日放送ラジオにおける中原周一郎との食卓契約期間満了に 伴って、朝も早よから中原周一郎ですのパーソナリティを1月から、朝日放送テレビアナウンサーの足沢誠、桂鞘に交代。月木曜は、朝も早よから足沢誠です。金曜のみ、朝も早よから桂鞘ですとして放送されている。さらに、2019年4月からは、平日の午前ワイドワークと夕方ワイドワークを月、木曜日と金曜日で分割。 従来の平日対ワイド番組の放送曜日をガツ、木曜日に短縮する一方で、金曜の午前枠に来た、西森の愉快な金曜日。金曜の夕方枠を、浦川康幸の金曜は、裏から、失礼に当てた。このため、平日早朝を引く夕方のワイド枠でガツ金曜日を、通じて放送される番組が、おはようパーソナリティ道上王像ですだけになった。 2020年の10月改編でも、平日の早朝引く夕方で、おはようパーソナリティ道上洋蔵ですを除いて、月から木曜日と金曜日に、別々の生ワイド番組を編成する体制を維持。ただし、平日夕方枠の番組を、武田若子の、ピタッと、から、裏の裏まで裏川です。金曜夕方枠の番組を、裏川康幸の金曜は、裏から、失礼から、 柴田、西森のぼちぼち金曜日、金曜午前枠の番組を、来た、西森の愉快な金曜日、から、横山大地のピカイチブランチ、に変更した。2021年の4月改編では、柴田、西森のぼちぼち金曜日に代わって、岩本、西森の銀曜日のパパたちを開始。また、東野工事の本物ラジオを、 金曜日の深夜25時台で新たに編成したことに伴って、ウィッチューの金曜深夜放送分は放送時間を1時間に短縮している。旧朝日放送時代からの通算でラジオ開局70周年を控えている同年の10月開編では2009年7月に終了していた ABC ミュージックパラダイスを 放送開始30周年を迎えるタイミングで12年、3ヶ月ぶりに、平日の22から24時台で再始動。これに伴って、当該時間帯での生放送番組が終了。ABC パワフルアフタヌーンの日、木曜枠を再編。長年にわたって、水、木曜枠で人気を博してきた、桑原進平行きも甘いも、で水曜枠への。 濃縮アシスタントの変更などを実施したほか、森脇健治のけん午号を終了させた。その一方で、ミルクボーイの火曜日やないか、を火曜枠でスタート。木曜枠には、よなよな、の火曜日に出演していた、増田秀彦と、武田若子の、ピタッと、を担当していた、武田若子による、冠無理番組、増田岡田、増田のラジオハンター。 を編成する。さらに、ウィッチュー全力投球。瀬尾和夫です。サンデー、マンデー、スポーツジャムを終了させるなど、自社制作番組を大幅に入れ替えたことから、改変率は42.1%にまで達している。また、深夜1から4時台の生放送の、ディスクジョッキー番組が事実上廃止され、当該枠は1時30分まで日替わりの、 トークディスクジョッキー番組を生放送した後、それ以後4時15分までは事実上フィラーとなるのん、DJ 音楽番組、R933 が放送されている。朝日放送ラジオは、自社でアナウンサーを雇用しておらず、基本的に朝日放送テレビから派遣を受けている。スカイエイも、 同様の体制をとっているために朝日放送グループのアナウンサーは、ラジオテレビ CS の3波で共通化されている。この体制は、朝日放送ラジオ同様に、ラテ県営から分社化した TBS ラジオ、STB ラジオ、CBC ラジオ、MBS ラジオと、同様で事実上のラテ県営局共通の体制である。さらに BSTBS BS やガオラも同じ体制で、 TBS グループと MBS グループのアナウンサーは、朝日放送グループ同様3波共通。なお、テレビでの肩書きが、ABC テレビアナウンサーに変更されたが、ラジオでの肩書きは旧朝日放送時代の、ABC アナウンサーのまま。時報は、小法音のみで、予報音、プププ,プがない。日本では珍しく、ポーンと響く、低いどの音を採用している。 以前は同じ低い音であるが、プーと響かずに切れていた。なお、サイマル放送を行っているラジコでは、時報音が流れず、この部分は無音となっている。かつては朝日放送テレビの時報でも同じ音が使用されていた。2021年1月現在、月曜から金曜の早朝から日中と土曜、日曜の午前中を中心に、時報スポンサーがついている。 それ以外の場合は、単に時報音が鳴るだけである。ただし、時刻は時や、時ですというアナウンサーもいる。1991年以前のスポンサーがつかない、場合の時報は、現在も放送終了時に流すオルゴールと同じ曲で、別アレンジのオルゴールを流していた。その後、時報の音楽は2度変更されて、現在のスタイルとなった。 大淀の旧本社社屋で放送されていた2008年6月22日までは、ポーンと最後まで伸びた感じの時報だったが、福島の現本社社屋からの放送となった6月23日以降は、時報の最後が途切れる感じの時報となっていたが、8月以降は、時報のカットアウトタイミングを元に戻して、元のスタイルに戻っている。この他、 1990年代までは平日は夜間を除くほぼ毎時の時報直後に ABC ニュースを放送していたためこの時報直後の ABC ニュースにも曜日ごとにスポンサーがついていた零零分以外の場合番組の前に時刻を告知することがある時報前にオルゴールを流していた頃は時刻だけを言っていたが1991年に零零分の オルゴールをやめた後はチャイムを鳴らしてから時刻を告知するようになった。近年は各番組の放送時間の関係からか2018年7月現在専用のジングルを流した後の時刻告知は月曜日の朝4時35分に流れる程度でほとんど使われていない。またおはようパーソナリティ道ちかみようですにおいては番組独自の告知を行っており 格好や風鈴などの季節によって変わる、サウンドエフェクトの後に合成音声による時刻告知を行っている。CM や番組振興に関係なく、強制送出されており、6.7時台は5分おきに、8時台は10分おきに流される。郵便番号105-0013東京都、港区浜松町2丁目3-1日本生命、浜松町。 クレアタワー18階ラジオスタジオは本社13階に5つ設けられていて在販ラジオ局の中でもっと高いところにあるスタジオである。生番組は基本的に第2スタジオと第3スタジオを交互に使用している。原則として毎週月曜と金曜日日曜は NRN ライン、火曜日木曜は JRN ラインではネット受けをしていたが地元、 阪神タイガースが絡む試合は2003年以降、ビジターの試合でも朝日放送ラジオのスタッフを派遣して中継することが多い。2007年度には阪神が関与しないナイトゲームが土日曜日に組まれていても原則として中継を放送しなかった。しかし2008年度以後は春季は左に同じであるが、7月度の番組改編時より、 ABC フレッシュアップベースボールスペシャルとして、阪神戦の開催以下に関わらず、JRN ラインに従ったナイター放送を行っているが延長オプションはない。ただし、阪神戦がデーゲームを含めて実施されない場合は、全国放送のナイターを延長オプションありの ABC フレッシュアップベースボールとして放送する。また2010年度から土曜日の ABC フレッシュアップベースボールデーゲーム中継については当日午後に放送されているワイド番組内の1コーナーとして放送されている阪神と同じく放送対象地域内に本拠地を置くオリックスバファローズの公式戦についてはマンデーパリーグの期間中も当時月曜日で定期的に組まれていたナイトゲームを原則として放送しなかった その一方で、文化放送ライオンズナイター向けに、オリックス対西部戦の中継を独自に制作している。文化放送に対しては、2008年から中継の技術協力を実施している。日本シリーズに関しては2018年まで、第1.26.7戦は JRN ライン、第3.45戦は NRN ラインで放送していた。なお、関西以外の地方で開催される。 ビジターゲームについては、阪神出場時と在阪パリーグ球団で対応が異なっている。2019年以降は、阪神、オリックスの少なくとも1球団が日本シリーズに進出しないことが確定すれば、日本シリーズの中継を一切放送せず、ナイターオフ編成へ移行。ただし、ソフトバンクと巨人が対戦した2020年の日本シリーズでは、特例によって、 京セラドーム大阪がセリーグの主幹試合に使用されたため京セラドームで開催された第一戦第二戦で文化放送制作文中継と KBC ラジオ制作文中継の技術協力を実施した2021年はオリックスが日本シリーズへ進出したものの中継を実施せず裏送り用の制作に止めているなお2010年から JRN ナイターのキー局である TBS ラジオが原則土日のプロ野球中継を取りやめたため、朝日放送ラジオは文化放送をキーステーションとする関西地区の土、日 NRN 中継担当となった。またド、土日のビジターの阪神戦を中継する場合、ヤクルト主催の場合は原則として文化放送、または日本放送が技術協力するが、 それ以外のチームの主催では文化放送、日本放送の要因や放送ブースなどの都合により、TBS ラジオが技術協力することもあった。TBS ラジオが自社での野球中継を廃止した2018年からは、DNA 主催試合のみ、TBS ラジオの裏送り、または自社制作時の技術協力を継続し、巨人主催試合は非 NRN 扱い時は RF。 ラジオ日本からのネットを受けまたは週末でゲーム時の技術協力を受けている。また、文化放送ライオンズナイターには技術協力だけでなく日目用について裏送りまたは同時ネット配信を行うようになった一方、金曜は朝日放送ラジオが日本放送 NRN 向けと二重制作するか、MBS ラジオが担当するかがその時々により異なることになった。 ただし、土、ヒのデーゲーム中継では引き続き原則として、JRN 単独局とのネット関係を継続するため、中日、日本ハムソフトバンクの関西でのビジターゲーム、中継は、日程や開催時間帯によって、ネット関係が変動する状況となっている。これに伴い、土、日の多球場の試合速報チャイムは、自社単独放送時も含めて、ナイターでは、 NRN 仕様を基本とし、NRN 単独局へネットするとき以外の自社制作のデーゲームと、阪神のビジター試合を JRN 単独局の技術協力の下で自主制作する場合には JRN 仕様のものを使う。また2014年からは、日曜日の巨人 VS 中日の裏カードの阪神主催デーゲームを NRN 単独局の東海ラジオに、 同時ネットしている。なお、阪神 VS、中日の、デーゲームは、長州率調査機関などの日曜日に CBC ラジオが、朝日放送ラジオからネット受けせず自社乗り込みを、実施した場合も従前通り MBS ラジオが、裏送りしているほか、長州率調査機関での開催が多い交流戦の、オリックス VS 中日は、 東海ラジオ CBC ラジオの両局とも自社制作となることがある。全国高校野球選手権大会が行われる期間中、朝日放送ラジオでは、開会式、全試合試合開始から試合終了まで、そして閉会式と完全実況中継を放送するため、通常放送しているワイド番組は休止や短縮放送になる。大会期間中、 雨天順延などで試合が行われない場合は通常番組が復活する。しかし、この大会実況中継で番組が休止の間、パーソナリティもそれぞれ夏休みを取っている場合が多く、雨などで番組が復活しても通常日の番組パーソナリティが夏休みのため出てこずに通常とは異なるピンチヒッターの出演者による生放送であったり、 大会直前に収録したレインコートバージョンの放送になる場合、さらに高校野球期間中は、レギュラー番組そのものを休止して、通常とは全く異なる定裁の特別番組を編成するケースもある。2008年7月1日から、MBS ラジオ、FM 大阪、FM802、アルファステーション、和歌山放送とともに、関西民放ラジオ局のトップとして、 緊急地震速報システムをスタートさせた。しかし、他の放送局が特別番組を組んだり、CM スポットの時間で緊急地震速報に対する注意点などを繰り返し放送しているのに対し、朝日放送ラジオでそのようなことを行わず、また番組などでも緊急地震速報に対する注意などを取り上げることはほとんどない。 2008年6月の社屋移転に伴い、ラジオに関する音楽は、すべて、新社屋内の音楽専用サーバーから直接出力、放送されるようになった。つまり、急に曲をオンエアする必要がある場合、今までのように、AD などが、レコード室に走るのではなく、D タクから、サーバー用のコンピュータに検索し、すぐ、オンエアできるようになった。道上洋造などが、 自分の番組に関わっているスタッフにあだ名をつけ、番組内でそのあだ名で呼ぶので、朝日放送ラジオ内の他の番組でも、そのあだ名が呼ばれることが、日常化。公開イベントでもリスナーからスタッフに声が、そのニックネームで声援が送られるようになった。しかし、日常のニックネームの付け方が適当で、かつ、気分で、コロコロと変えていくので、スタッフが、 他の番組に異動になると、今なんて呼ばれているのなどというやりとりもしばしば起こる。全力投球。瀬尾和夫です。元気一番。足沢誠ですを放送した時期には、当日期から銀曜に放送されていた、生ワイド番組のメインパーソナリティが、14デイズや、ABC ラジオ祭りなどのイベントに揃って登場する、ことが多かった。その際には、 日本大学出身という共通点から3人のことを日大トリオと総称していた。ちなみに、瀬尾は同番組の中で日常を先輩自身を仲屋から足沢を後輩と呼んでいた。なお、足沢は一時報道局へ移動していたが朝日放送テレビが発足した2018年度にアナウンサーへ復帰。日本大学は同年度から ABC フレッシュアップベースボールや、地方 CM のスポンサーへエナを連ねている。2021年3月29日からは、おはようパーソナリティ道上洋みですないで、日本大学をは、パソ風水占いを放送中。一般的に、ニュースデスクとは、放送内容などの決定や、原稿の最終確認などを行う、新聞社や、 放送局のニュース報道担当の記者キャップのことを指す。しかし朝日放送では2012年9月30日まで平日の午前6時台から11時台までの ABC 朝日ニュースを担当するアナウンサーを固定。放送上ニュースデスクと呼んでいた。朝日放送テレビのアナウンサーがメインパーソナリティを務める生ワイド番組の一部ではリスナーが ラジオネームでメッセージを投稿しても、ラジオネームを読まずに、しサイの男性の方からですなどと紹介することが多い。新聞に掲載される番組表では、1989年3月31日まで、朝日、朝日 ABC、朝日ラジオと表記していたが、同年4月1日から、ABC、ABC 朝日、ABC ラジオと表記が変わった。 朝日新聞大阪本社発行版では、2018年3月31日まで、朝日 ABC という表記を用いていた。しかし、朝日放送の文社化と朝日放送ラジオの発足を、機に、同年4月1日から、ABC ラジオに変更している。中野島社屋、大淀社屋時代オープニングの音楽は、 AM ステレオ開始前は5分程度のオーケストラの曲を使っていた。歴代のコメントは安倍のりゆき、犬井隆介らが担当していた。1992年3月に AM ステレオ化された際に音楽は当時のテレビのオープニングで使われていた坂本隆一の曲 ABC ソングに変更された。ただし、 テレビ版で流れるパーカッションがないなどアレンジが多少変更されている。エイムステレオ化後のコメントは中原周一郎による。コメントはステレオ化前、後と,ともジョンル、ジョンル、こちらは ABC、朝日放送ですとコメント。周波数、出力を告げ、音楽が流れる。音楽が終わるとおはようございます。今日もた日。 朝日放送の番組でお楽しみくださいと告げて終わる。オープニングの直前には、試験電波を流す。エームステレオカ前は3回信号音を流す、形であったが、ステレオカ後は、最初に、左チャンネル、次に、右チャンネル、3度目で、左右両チャンネルに信号を流すパターンとなった。なお、2000年10月から1年間に限り西野、義和が担当し、 テレビのオープニング同様、創立50周年のテーマ曲で、スピッツのホタルが使われた。終了後のコメントに、おはようございます。今日も1日、創立50周年の ABC でお楽しみくださいと、加わっていた。1997年には、京都中継局が新設されたが、 中継局についてのアナウンスは同時に設置した MBS ラジオラジオ大阪ともどもオープニングクロージングでは省略されていた。ホタル町移転後ホタル町の現本社から放送を開始した2008年6月23日朝の放送開始時から岩本圭介のアナウンスとなりコメントが大幅に変更された。コールサイン後のコメントがこちらは朝日放送。 ABC ラジオです。周波数1 0 8ヘルツ出力5 0ットで、大阪、ホタル町からお送りいたしますに、音楽終了後のコメントが、おはようございます。今日も1日、ABC ラジオの番組でお楽しみくださいとなった。音楽は、坂本隆一の曲を継続している。ステレオ放送を廃止した二0 1年三月十五日朝の、放送開始時より、 藤崎健一郎によるアナウンスへと変更され、試験電波はモノラルで1回信号音を発射した後にコメントを行っている。コメント内容に若干変更があり、大阪、ホタル町からお送りしていますになっている。2014年8月11日からは音楽を朝日放送テレビのオープニングで1956年の開局から1990年まで使用されていた。 アトブシグナルミュージックに変更し、アトブシグナルミュージックの後半で、高石送信書、京都中継局の両方をアナウンスするようになった。ナレーションは、ジョンル、ジョンル、こちらは、朝日放送です。ただいまから、本日の放送を開始いたしますのアナウンスの後、アトブシグナルミュージックが流れ、そして、皆様、おはようございます。こちらは、ABC 朝日放送です。 ABC ラジオは大阪高井市送信所から周波数1 0 8ヘルツ、出力5 0ットで、京都中継局からは周波数1 0 8ヘルツ、出力 300W でお送りいたします。今日も一日、ABC ラジオの番組でお楽しみくださいとなっている。ワイド FM 開始後 FM 保管放送がスタートした直後の2016年3月21日早朝からは、 FM 保完中継局、周波数を入れる形で、ナレーションも、伊藤文隆によるアナウンスへと変更された。最初のアナウンスは同じで、後部シグナルミュージックは、後半の鳥のさえずりが入っている部分をカットして、BGM なしで、高石送信書、京都中継局の後に、生駒山の大阪 FM 保完中継局の周波数、出力を案内する形になった。なお、 放送休止時間に流れる試験電波発射中のアナウンスも変更されている。認定放送持ち株、会社移行後認定放送持ち株会社である、朝日放送グループホールディングス参加の事業会社、朝日放送ラジオとしてスタートした後の2018年4月2日、早朝からは、 伊藤文隆のアナウンスのまま、朝日放送ラジオの社名は使わず、ABC ラジオの通称のみを使用する。月曜未明の試験電波発射中のアナウンスも、同様に朝日放送から ABC ラジオに変更されている。月曜日未明の最終番組終了後に流れる。音楽は、木田太郎が昭和40年代に作曲したラジオのステーションソング。 気候 ABC のオルゴールバージョンである。このオルゴールは長年継続して使われている。なお、2001年頃まではテレビのクロージングでも木ダの曲が使われていた。かつての人気番組 ABC ヤングリクエストのうち1983年9月までは24時間放送を行っておらず同番組パーソナリティである男性アナウンサーが 番組の直後に生で放送終了を告げ、その後オルゴールを流して終了していた。大淀社屋時代、ABC ヤングリクエスト終了以降の大淀社屋時代は、まず、区下稽子が、これ、から4時35分まで放送を休ませていただきます。なお広い範囲で地震などの災害が発生した場合は、放送を開始いたしますとコメントし、続けて、犬隆介が、 今夜も朝日放送を最後までお聴きいただきありがとうございました、とコメント。周波数、出力、コールサインなどを読み上げ、その後オルゴールが流れていた。災害時の放送再開を告げる区下のアナウンスは、阪神、淡路大震災後に開始されたもので、それ以前は、犬井竜介の部分で最後にコールサインを告げる前に、なお、早朝の放送はからお送りしますとコメントしていた。 なお、2008年6月23日2時45分の放送終了時は、社屋移転に伴う特別なアナウンスは行わず、通常のクロージングを放送した。ホタル町移転後ホタル町社屋へ移転後最初の日曜日深夜にあたる2008年6月29日深夜からは、従来、区下、犬井の2名がアナウンスしていた内容とほぼ同じ内容を、 加藤明子が一人でアナウンスする方式となった。周波数 108kHz、出力 50kW で、大阪、ホタル町からお送りしましたと、コールサインの後、どちら様も、素敵な朝を、お迎えくださいというアナウンスがついた。ステレオ放送終了、モノラル放送への変更後最初の月曜日未明に、当たる2010年3月22日未明より、 藤崎健一郎によるアナウンスへと変更。どちら様も素敵な朝をお迎えくださいというアナウンスをなくし、先にジョンルと連呼した後、周波数のアナウンスをしている。2014年8月4日未明からは、橋爪優子が担当。この際、京都中継局の周波数、出力のアナウンスと、明日もまた ABC ラジオでお楽しみください。それでは、 どちら様もおやすみなさい、の文言を追加している。ワイド FM 開始後2016年3月21日、未明から FM 保管放送を加えたアナウンスとなり、加藤明子が再び担当するようになった。オープニング同様に FM 保管中継局のアナウンスが加えられているが、これまで続いていた朝の放送開始時間の告知がカットされ、これで、 今日の番組はすべて終了いたしました。これから、しばらくの間、放送を休止いたしますとのアナウンスに変更された。また、オルゴールは、気候 ABC のままだが音源が変更され、原曲に近いものとなった。認定放送も近ぶ、会社以降後認定放送も近ぶ会社化の2018年4月2日、未明からは、オープニングも担当する。 伊藤文ア穴に交代し、社名である、朝日放送ラジオとはせず通称である、ABC ラジオの故障を用いている他は、内容に変更はない。ありがとうございます。